あの、ボンキュッボンっていうフレーズさ、あるじゃないですか。まあ私はキュッキュッキュンの方が好きなんですけど、キモ発言 RTA の会長、ここじゃないですよ。とにかく今回は、区間ごとの輸送密度がボンキュッボン状態になっている路線、JR 難波、名古屋を奈良経由で結ぶ、関西本線に乗ります。というわけで、天下の台所に佇む天下の JR 駅のくせに、地下の行き止まり駅として駅を潜める、JR 難波駅よりこんにちは。阪神電車だとか近鉄だとか南海だとかの難波に比べれば、JR の存在感たるや、SNS の投稿を書き集めただけのまとめサイトの内容並みに薄いけれども、なにわにやにわに行けるようにと、JR 難波、新間宮と大阪を結ぶ、なにわ筋線の工事が進められている。醜いアヒルの子が白鳥に化けたように、2031年春の開業の頃には、きっと、この JR 難波も大きく栄えるはずや。そんな JR 難波駅だけど、その昔は JR 難波じゃなく港町駅だったし、なんなら地上駅だった。それどころか貨物の取り扱いもしていたんだけど、そいつは40年ほど前に廃止。そうして、大阪中心部に残されたのは、ガランドーテ殺風景な貨物の跡地だけ。そんな中、関空の設置場所が決まったもんやから、この港町を大阪玄関口として再開発しようとした。それで1996年、港町駅を地下に追いやると同時に、JR に立てついて駅名変更をせがんだ。中流れ。平成初期の地下駅という割には、我が物顔で、昭和末期の自称エコ車両もなだれ込むけれども、さすがに今映している201系も、ノスタルジーと錆びた名声だけでは食っていけず、来年あたりまでには、あの221系が残った201系を殲滅することになっている。しかしその221系もいずれは、老朽化の波という魔王にさらわれて、父と共に馬に乗った、あの子供のように生き返る。解雇中には、釈迦に説法かもしれないけど、今を生きよう。ってわけで221系に乗ります。今を生きるべく。そっちの方のクロスシートで撮影が楽だから。デビュー当初は、新快速列車として、軍服機根でパイプを吹かすマッカーサーのごとく、堂々こざする新型車両やったけど、そのレッテルは、あられもなく剥がされ、細々まざまざ小規模輸送。そんな221系のコンセプトは、パノラマ通勤車。21世紀の車両からは波紋を食らい続けている、戸袋窓でさえもでかい。某ビデオの4章の枕並みにでかい、とにかく10時15分、JR 難波を出発。次は今宮。大阪環状線エリアに、一旦は交流や。さて、関西という行々しくも花高高な名称をひけらかすこの路線。とはいえ、JR 難波から、ローカル区間の玄関口、京都府南部の鴨までは、大和地線という愛称が吹聴されている。JR 西日本お得意のお家芸だけど、宇都宮線だの京浜東北線だのを、東北本線と呼ぶことなど、滅多にないように、靴底にこびりつくガムみたいに、大和地線という呼び名も定着しきっている。そんな大和地線なる、アーバンネットワークを抱える、この本線。もともとは、天下の東海道本線のノロノロ建設に、しびれを切らした私鉄が追っ立てた。若気の至りを地で行くような、他人たちにより敷設された路線。しかも、大手を振ったのは、当時の滋賀県議員。関西本線は、滋賀県を通っていないのに、と思うかもしれへんけど、他には、東海道本線のノロノロ建設にある。何せ、明治初期の東海道本線は、滋賀東部の長浜伊東と、滋賀西部の大津伊勢は、バリバリ工事が進んできたんだけど、琵琶湖の周辺に甘んじてたもんで、肝心の滋賀県中部には、鉄道がなかった。言い換えるなら、鉄道網が、滋賀県でぶった切られていた。まさか滋賀県民が崇拝する宗教こと琵琶湖の時に、発展が裏切られるとは思っても見なかったことだろうね。そんな反骨精神に、しびれを切らして、京都と名古屋を四日市経由で結ぼうとしたのが始まり。ところで、じゃっかり、四日市を軸に、二つ支線も考えられていて、大阪方面に伸びるものと、四日市から南に進んで、津を経由して、三重県のデカチクビこと島半島の北側、宇治山田あたりまで伸びるものが考えられていた。そんな経緯で滋賀県議員が、どうですか、と、地元のボンボンにあれこれ話を持ちかけたねんけど、なんぼと聞いたら辟易し、主戦道フェーズで水の泡。実際、成功するかわからない割に、路線の建設費はすこぶる高かった。武勇伝を語るしか能がない自称エリート実業家の花並みに高かった。せやから滋賀を見限って、京都の金持ちに立てついたところ、いいダクダクで大賛成。ただ、京都から県北に躍り出て、宮津までの線路も作れ、と、じゃっかりした態度も見せた。そうしてこうして関西鉄道という私鉄を立ち上げて、まずは四日市から大津を詰め、草津経由で軸計画を立てた。で、ゆくゆくは、四日市から名古屋方面、伏見から大阪方面、京都から宮津方面、と夢物語を描きまくった。しかし、それを聞きつけた政府の顔色たるや、著しく悪くなった。新今宮の治安くらい悪くなった。何せ横の頃の出願案、玉石混交どころか石石混交、蘇生卵巣の出願案が多すぎる。と、米倉涼子も顔負けの雄たけびを上げていた。関西鉄道の持ってきた案も、その例に漏れず、四日市から熱田にクソデカは流れてますし、近畿西部の路線とかゲロヤダ山岳地帯ですやんと。さながら、ナポレオンの辞書に食ってかかるかのように、不可能不可能不可能だのと連ねて断固拒否。極めつけは、関営鉄道に中指立てるという、そのどす黒い不設の動機を見透かされたこと。伊勢の伊勢による、伊勢のための鉄道ならいいけど、これ別に主要都市も通らないスピードルートじゃん。それって東海道線のライバルになりそうで、チンコだと思います。下ネタが、万能ワードとして通用すると思うなよ。とにかく、東海道線の敵になりそうだったのも一つ。そして、別の私鉄とダブったのも、理由の一つ。それが大阪鉄道会社。
こいつも大阪から四日市のルートとかに狙いを定めとった。季節して金環日食のように綺麗に重なった計画、どう折り合いをつけていくんでしょうね。とまで言ったところで天王寺に到着。ここからはしっかり大和地線、申し訳程度に3駅たどったところで大阪環状線の面持ちができる区間は終わり、その剥がされたレッテルを嘲笑うかのように大阪環状線の323系も横並びで煽ってきた。線路互いに加えて仲互いも起こしそうなこの天王寺、地名の由来は聖徳太子が建てた四天王寺。四天王寺が作られた理由まで遡ると、蘇我氏と物のべじな仏教どうのこうので醜くいがみ合った時、蘇我氏サイドの聖徳太子が四天王像を掘り上げて、勝ったらこいつらの居場所作ったるでと抜かした。そうしてサイコロを振らないはずの神に不運を祈ったところ、物の見事に蘇我氏が勝ったので四天王寺を作らせて、そこに四天王像を置いたからっていうのがあらまし。物の弟子は脇役クラスの活躍で6世紀を終え、肝心の蘇我氏も50年かそこらで生き絶えたねんけど、少なくとも四天王像が不老者にならずに済んだことだけは確かなのかもしれへん。続けて東武市町前を出発。でもって、やぶから棒に下ら貨物ターミナル。その昔は少しだけ西側にくだらなる駅とした旅客駅もあつらえられていたけど、くだらなんて駅名。くだらちゃぺちゃい金玉のカーブミラー。何言ってんの。とにかく戦後に一旦は、くだらの旅客駅は廃止。でも両脇の平野天王寺の駅間は 4km 弱、巨大都市の割に生意気な駅間距離していた。その 4km の花駅祭りのシックとごたごたの交通渋滞に待ったをかけるべく、1989年に作られたのが東武市町前駅だった。だけどさっきの高架橋、その20年前に建てられたものだから、駅をノーノーと作れる設計してない。かといって道にはみ出すほどのスペースもないから、高架橋にくくりつけるという猟奇的な構造で駅を作った。その無理やりさ、ファンタジー系エロ漫画の展開のごとくからの平野駅を出発して、上等貨物線と分かれ、さっき見えたくだら貨物ターミナル駅へのアクセス貨物線や、くだら貨物ターミナル駅ができる前までは天王寺、平野とかが貨物のお世話をしとったねんけど、何せよとんでもないキャパオーバーで、もう面倒見切れよう状態。そんな容器の壊れたニュートン山みたいな状況を打破すべく作られたのがさっきの貨物ターミナル駅。ちなみに平野駅は江戸時代からの由緒ある河内木綿の生産地だった名残でか、貨物の量も当たり前の顔してジャックポット状態だったけど、その折り紙付きの名声もあっけなくくしゃくしゃにされ、天王寺ともども貨物の取り扱いは廃止された。カール大帝のような中央集権の裏では平野の影の薄さが垣間見える残酷さ。でこの旧法寺で大阪環状線から逃げ出してきた天王寺発の大和地快速に乗り換えられるっていうんで、死後の言わずに乗り換えて奈良へとせこせこ急ぎましょうね。あ、今更なんですけど、今日も京都で18切符使ってます。最初に言え、動画始まって7分半後に言うことじゃない。まあ隣でわめいてる刑事機中の姉は置いといて、あまりにも扱いが胸すぎる。この大和地快速や速達性もさることながら、大阪奈良との直通を重視して作られた種別、特に大阪駅の親玉っぷりはすごかったから、その大阪を軸にあちこち直通させようとした。ただ直通するとなると点でわからん行き先に出会うこともあるので、マイナーに見ない駅には主要駅も合わせて狭苦しく綴られてる。鴨もまたしかり。そう考えると鴨田の晩秋は高田の安田のが市中引き回しどころか洛中引き回しのマイナーさらし首みたいで哀れに思えてくるものや。そんな大阪エリアに線路を敷こうとした大阪鉄道会社の歴史へと話を戻していこう。そもそも大阪エリアは日本鉄道の成功を見て五寸釘でも言い表せないほど私鉄に対して目が釘付けになっていた。それで関西第1号の私鉄として阪海鉄道がデビューすると、これが春風満帆。成功を文字通り目の当たりにした関西圏は私鉄に対してよだれぐっちょぐちょ。その中起こったのが大阪鉄道会社。アドレナリンに突き動かされたのが関西鉄道だとしたら、ドーパミンに突き動かされたのが大阪鉄道。その不設の動機もなんてことはなく、あったらいいな、交通の便とかいう偉大なる考える足が編み出したとは思えないほど弱っちいものやった。おまけに馬車鉄道の予定だったけど軽便鉄道にしようからの、やっぱ普通鉄道にしちゃうもんね、どうとめかまって。大サーカスもびっくりの2点3点ぐるぐるり、優柔不断のてんてこない。スーパーで 30% オフの弁当の群れと葛藤している時のお姉ちゃんくらい優柔不断だった。おう、人間観察力鋭くて偉いな。それとケチンコで悪かったな。そんな大阪鉄道の最初の予定は、河内国部から天王寺の大体 20km、 ちょうど今 221K がかっ飛ばしとるルートの沿い。しかし大阪鉄道会社のドーパミンは果たしてとどまることを知らず、大阪東部にちょろっと敷くだけの計画のはずが、気づけば大阪北部も奈良県も侵犯しようとしていた。その上元祖私鉄こと阪海鉄道も似たような敷設計画を考えていたけど、そこはさすがに証拠をたくましい関西の地といえど、いくらか大和なでしこの心が植え付けられているからか、互いに穏便に言葉の刃を飛ばし、結果として大阪鉄道の計画を譲り受けた。でもその計画はもはや不設網の留飲馬食に、大体日本橋のあたりから大和闇のあたりまで敷いて、そこから東は四日市、北は奈良、南は和歌山と、の方図計画膨張オンパレードで、もはや大阪の端くれうんぬんの騒ぎとちゃう。その計画を政府に出願したんだけど、最初の計画だった端くれ部分しか上げつらってなかった上、
その計画部分の測量ですら陰謀論者の論理並みに粗悪で、とてもとてもとても見ていられるものじゃなかった。他の3線、距離すらわからなかったのでお察し。とにかく、マセガキ鉄道ごときな不相応、大阪か、どっかで東海道線と繋げたら、何はともあれうまいこと測量しろと、暴言に暴言で返したものの、政府も一部の望みをかけていた。施設は計画的に、と声かけした上、もし前線敷けなかったら、俺らがもろてええか、とまで投げかけた。ツンデレにしては随分だるいけど、せめてもの慈悲ってことやるか。で、だいたいこのタイミングで、関西鉄道と出願して計画が勝ち合う。例によって、四日市、なら、大阪を結ぶ路線が、オードリーのように、仲睦まじくダブってたので、やんのか、と、お互いに喧嘩した結果。桑名、四日市、草津の部分は関西鉄道に譲って、残った部分のそのまた一部を、大阪鉄道が担うことにした。どのくらい一部かっていうと、和歌山も三重も諦めて、大阪から桜井、奈良に留めたほど、昔はあんなに尖ってた大阪鉄道も、現実を見てすっかり丸くなっちまったよ。で、関西鉄道の敷設は、後で語るとして、いよいよ、大阪鉄道の敷設、といったところやねんけど、早速縁起よくルート変更を食らわした。それが今走ってる大阪、奈良の県境付近。本当は、こんな川沿いなんて通らず、こっから 2km も、南側、近鉄大阪線に近いルートを通る予定だったけど、クソでかいトンネルとクソでかい橋が必要で、かつクソでかい勾配も待ち構えたもんだから、ちょい北、この亀の瀬峠を越えるルートを選び取ったという。しかしこの亀の瀬峠、クソほど崖が崩れる。FPS 中のガキが長期休みに入った時の生活リズムくらい、たやすく崩れる。だから、明治中期の敷設時、この峠部分もトンネルを掘り終えたかと思いきや、地滑り起こってレンガのひび割れ、心をこちらせ峠の部分は開業延期。岡城期という名声もどこ吹く風で、この区間の開業は、港町、奈良間ではラストのラスト。峠区間の開業までは、人力車に峠越えを任せるという、マンパワー至上主義のパワフル運営をしていた。さらに、関南新区と戦ってぶっこ抜いたトンネルも、開通わずか30年の大正時代から、じわじわ亀裂というボロが出始めて、昭和7年の2月には、上下線とも使い物にならず、オイル額、峠を徒歩で越えろと言い出す始末。ナイチンゲールが見たら泡を吹きそうな応急処置が行われる傍ら、とっとと大体ルートを見つけなければならんかった。その時、大和川沿いをなぞるのはもう諦めて、大阪鉄道が最初に計画したような、近鉄大阪線に近いルートも検討されたけど、関西本線を買い上げた国鉄が、近鉄の二番線地をやって、金になるか、という疑念。それで新ルートは、多少出費がかさんででも、ひたすら大和川沿いを縫い続けることにした。その道綱が生み出されたのが、たった今渡った第4大和川橋梁。と、今渡っている第3大和川橋梁。こいつらは、地滑り回避のためだけに川を斜めに渡るという、名実ともに社に構えた性格をしている。だから、構造も一風変わっていて、例えば、第3大和川橋梁は、柱の端っこの斜め部分を一部削って、川の流れにうまく沿うような作りで、橋を架けているんだそうな。現代では、ほとんどお目にかかれないっていうか、まず川に対して45度線モデルのごとく、5斜め盛り押し手法で橋を架けること自体、地上波でコビと油を売ることに長けた芸人が見たら、目ん玉ひんむきそうなほど珍しいものやから、水晶と極意さんなる、歴史的にレアなのだとマウントを取れる程度には、えらい格が付けられている。ただの一絶景と侮るなかれといったところで、王子に到着。せいぜい和歌山県の北10分の1しか通っていない、和歌山線との乗り換え駅。かつ、実在するしないだのと、歴史という義務教育に対する文春法が飛び交う聖徳太子で有名な地。事実、王子の地には、太子が飢えた聖人を助ける鬼人伝説と、それを受けて創建されただるま寺が今に残るし、聖徳太子の札像から愛犬の石像まであれこれ存在している。なので、王子のアイデンティティを、あられもなく引っ放したくば、聖徳太子はいないに、清き一票を投じることをお勧めします。そんでこっからは、奈良盆地をひたむきに北東へ。せいぜい1万年前までは、ド派手に湖の底に沈んでいた、この地域も、古代の一時代区分として、堂々あぐらをかく程度には、アングラ気質を抜け出したご立派エリア。快速列車も、もはや大和地の部分を回収して、明日の蝶のごとく燃え尽きたか。ここからは、快速の遺念も、どこへやら、軒並みまるっと確定か。それからお次は、柿を食うだけで金か虐待を食らう、廃人 DV 御用達帝国こと法隆寺。誰が建てたかは言うまでもない。しかしその駅、肝心の法隆寺からは 1.5km 離れていて、中途半端にだるい。こういうのけものパラダイムには、ざっくり2通りあるねんけれど、今回は、車中暴虐と思い込んだ新技術に、年中を切った、反対運動なそのきっかけ。だって、せっかくなら栄えてるところを通すのが、鉄道路線のど書きとしては、筋が通ってるはず。でも当時、鉄道は、街が干からびるのでは、と、爆弾を見るような目つきで遠ざけられていった。足にインクをつけた鶏を神の上に歩かせ、どやこれが立田川の紅葉やといった北斎の話くらい、突拍子もない逸話やけど、今では当たり前の iPhone とかのスマホが、発売当初はなんだか懐疑的だったように、未来予測というのは、人間には到底できっこない芸当や、しかし現代人は悲しきかな。そうやって固定観念に対して、未来人マウンティングという矢を用意して、それにパリ雑言なる毒を塗って、インターネットの戦場に打ち放つのが現代の人間です。それでいいと思いますか？画面の前の脳細胞のホースがお前、
なあ、法隆寺のルート回避で思い出したんやけど、ビビ、ありがとうございます。大阪鉄道のうち関西本線部分が、大阪港町ならと、敷いてくはずやった。しかし港町から大阪、梅田は住宅地。おまけに水路も四方八方。そうそう。だから一筋万筋縄ではいかない。ちょっと一旦と言わず、一生黙っててくれて。金も時間も減ったくれもないし、政府縄だって全国規模の調査をやってて、時間がない。立つ手がなくなり、東海道線への接続を断念しようとしたねんけど、そんなのもっと許されず。そこで、後つざりばっかりの大阪鉄道は考えた。じゃあ別ルートで東海道線と繋げればええんやろ。そういう半ばどっちみたいな思考回路で、玉造り経由で梅田に繋げるルートを導き出した。こうすれば流れ出る銭も少ないだのと、遠回しに玉造り界隈の寂れ方をディスって、無理やり大阪は梅田まで力技で繋げた。これが大阪環状線の原型や。ちなみに、その延伸を計画するときちゃっかり、ところで大阪にさ、港建てるんだっけ？じゃあ港と一緒に鉄道を作った方がいいよね。ってなわけで工期を延期する許可を出せとうと、小野の妹子が煬帝に渡した手紙張りに神経を逆なでするような陳情も綴ったけど、それはめでたく無視されたので、黙って工事に取り組んだ。やり方がテスト用紙に単位くれと書き込む、限界大学生並みに姑息なのよ。ところで、この計画が出てきたタイミングで、さらに東、四日市方面に線路を逃す目論みも出てきた。それが、三重県の爪と奈良を結ぶ中野新。さすがは、当時の皇后陛下が乗り込んだだけある大阪鉄道会社。かなり羽振りがいい。だから、追い風も追い風なんだろうけど、その延伸区間、ちょうど関西鉄道も狙っていた。鉄道会社同士、山間部、1893年、何も起きないはずがなく、一生黙ってろって言われただろうな。幽霊は金だけど、沈黙は金だもんな。じっと沈黙に耐えたべきなんだよ。ストアハラの感情を捨てろ、ストアハラの感情を捨てろ、ストアハラの感情を捨てろ。おちんこのハイボール、情緒タイタニック号。で、まあ、両毛鉄道という形で、群馬帝国に鉄路を引いてきた州が、なぜか、関西、大阪鉄道の間に分け入って、いや、これ関西鉄道が敷くべきっすわ、大阪鉄道とは奈良で接続ね、ちゅう結論を出した。それで、1899年、鴨から奈良をつなげて完成、と言ったのはええんやけど、ちょうどその頃、関西、大阪両方の鉄道会社が、互いにバチバチやり合い始めて不毛じゃない？っていう、考えがほっと出始めた。何を今更。とにかくそれで大阪鉄道会社の灯火は消えて、関西鉄道に全部委ねる合併となった。もちろん、経営を縁の下で支えてきた株主にも、合併していい、って顔色を伺ったんだけど、ほぼ満場一致で、合併を後押ししてくれた。いい株主を持ったもんだね。スプラトゥーンのボーイが冷遇されてうんぬんだと吐き捨てるような人がいないのは何より。その奈良井国の建設経緯は、後で触れることにしましょうかね。列車は金魚で名高い、ヤマンコ氷ヤマンコ市へ、ま、に逐一反応するの、やめませんか？やめまんこせんかって言った。このチャンネルが終わる日も近そうや。とにかく、ヤマト氷山市といえば金魚。養殖の歴史は300年と、まさに玉物縦読み狙った。狙ってないので黙って。養殖が始まった当時の金魚なんて、貴族がドヤ顔しながら高みの見物するだけの、江戸時代にスネ夫がいたら確実に自慢してきそうな、嫌に行けつかない娯楽泊まりやったねんけど、江戸末期には武士が副業で、明治時代には農民がこれまた副業で金魚を養殖したもんやから、金魚の、ヤマト氷山市のネームバリューも、人口会社の抹茶ちょ状態へ。あと、奈良県はちび山が多いし、降水量もすずめの涙。男性でさえ高収入でかつ、身長 170km ないと人権ないみたいな物言いなのに、恵みの雨もろくに降らせられず、最高峰でさえ 2km 弱の奈良県にそんな資質はない。だから、自己防衛と言わんばかりにため池が多かったんだけど、それが金魚の養殖に最適。っていうわけで、日本の高齢者の 1.7 倍、年6000万匹もの命を毎年生み出す巨大シティへと変貌を遂げている。そんなこんなで、特に新幹線も飛び立たないどころか、快速とは名ばかりの確定が行き交う郡山を出て、とんでもなく昔の人間と、インターネットが青春だった中途半端に古い人間にとっての首都、奈良に到着。平城遷都1300年事業の下で高架化された奈良駅は、凛とした面構えで県北に居座っとる。そもそも奈良って県南に鉄道通ってないけど、ちなみに、旧駅舎も保存されてるらしいんですが、見に行くの忘れました。駅構内のセブンイレブンで、東日本から締め出されたカール買ったんで、それに免じて許してください。名前が大元相互の千と、君に見守られ、いざ行け鴨方面。鴨まで行く山土地快速は、日中毎日一本やねんから、できれば逃したくない。例によってアーバンネットワークだので電化された鴨まで、これまた 221K でひとっ飛び。で、こっからなんだけど、一旦山あいを避けて、傷の方に逸れてから、鴨へと向かう。だけど、ほんの9年間だけ、そんな瞬間差なんか無視して、待ちくそに強行突破した路線が運行されていた。そんな命知らずの鉄道路線の名は大仏鉄道。立ち位置としては、関西鉄道の尻尾みたいなもん。名前だけはこれよく関スト推薦もんやねんけど、実際は奈良へと繋げるための出落ち役で、そのバシノキのかませいに。まあ大仏だって疫病他の飢饉だののたびに、そのバシノキで混流されたから、名前自体は間違っとらんか。そうして、鴨から着工した大仏鉄道だけど、奈良駅手前の用地をせしめてくるのに手こずったから、仕方なく奈良駅の1キロちょっと北北東に大仏駅を作り上げたんだけど、
ここの乗客の推移が目も当てられないし、満身創痍ですら言い表せないほどひどい。そりゃ1年後の奈良駅への延伸で需要がそっちに移ったのはあるだろうけど、7年で乗車人員が15分の1になったら、そりゃ擁護できなくない。もっとも本当に大仏鉄道の身分なんて応急処置にとどまったって感じで、勾配もひどければ燃費も壊滅的やったし、上り勾配とかどっちゃくそに遅かった。どんぐらい遅かったかというと、クソ泣きのかけっこ並やった。そんな有様でも明治時代の黎明期だったら不平を撒き散らしながら使うというのが筋なんだろうけど、今で言う奈良線を運転していた奈良鉄道を関西鉄道が買収してしまったおかげで、奈良から名古屋の向きマッチョな直通列車をいよいよ気づき鮎で運行できるようになった。じゃあ、泥くてペコくて中間駅も非力な大仏鉄道を使う道理なんていよいよない。そうして、せいぜい4メートルもない華奢な客車を2両、なけなしの貨車を2、3両繋いだだけの大仏鉄道は白色矮星のごとく輝いて、そのまま息絶えていった。たったの9年で溶接していった鉄道路線も、大量輸送の味は最初しか知ることができず、あだばなに見いはならぬってこういうことを言うんやるか。そんなことを考えながら奈良山を出発。まるで部外者に読ませる気がないほどの難読。由来は至ってシンプルで、土地を奈良下から奈良山だとか、奈良県の由来もそれと同じ理由だから、奈良のおならとか言ってる奴らはとりあえず五景の地ケツしばきで、まあケツしばきなんて我々の業界では小褒美ですから、竜に格上げして土佐に飛ばしてもええんやで。それはそれで現代だったら落ちかもしれない。列車は傷に接近。ここから京都府の南側、傷川市をしぶとくのたくる。地名の由来は木の港、次は港っちゅう意味があったやん。で、近くにはでかい川が流れていて、それが淀川なる超絶でっ川と接続しているねんから、物を運ぶのに都合が良かった。で、その川を平城京を建てる時の木材とかの運搬、陸揚げに使ったから、それで木の港、キスっちゅう地名ができて、それから平成の大合併で木津川市になった感じや。木の港があってでかい川もあるしって考えると、いかにも欲張りセットみたいな地名だけど、重箱の隅をつついてせせら笑うのもちゃんちゃらおかしいので、木津駅で黙って奈良線学研都市線とお別れして、さっさと東へ一目散。お次は終点鴨駅だ。ところで、鴨から奈良を気づき鮎でつなげたら大仏鉄道が終わったみたいな話をさっきしたと思うんだけど、別に奈良経由にこだわらなければ、名古屋から大阪は大仏鉄道の開通と大体同タイミングで一本の線路ですでにつながっていたり、というのも金と権力に物を言わせてガツガツ私鉄を買収しては敷設していった関西鉄道、その過程でもう名古屋から大阪府の網島、京橋のあたりまでは関西鉄道が制覇していた。そういうわけなので、当たり前の顔して大阪の終点網島の方で全通式やってた。ちなみに当時、奈良鉄道の木津駅と関西鉄道の新木津駅はお互い離れ小島やったから、たった 500m の鉄道を敷いて接続させるという虎の毛皮のカーペットみたいな趣味の悪い左打ち輪をひけらかし、とんでもないゴリ押し手法を持ってきて無理やり別会社同士の接続を果たした。ただ大富豪の胸の内というのはどうにもわからんもんで、ああ新木津からキツって大して使われてないっすねと開業2年後にして言い出して、あろうことか、せっかくのこの区間を休止するだのと言い出したという。その新木津駅も鴨と木津を直接つなぐ路線を1907年に開通させるが早いが、その座を思い切り木津駅に分取られ、新なる名前もどこへやら閉鎖の運命をたどった。あと、鴨と新木津を結ぶ線路も敷設から10年経たないうちにぶちのめした。木津駅周辺だけでこの移り変わりよう、もはや路線網をこねくり回したとかいう次元じゃない。将棋盤の上でタップダンス踊るくらいにはとんでもなく破天荒で魔改造な砂上の楼閣。1907年からの過去10年で起こったとは到底思えないんだけど、正気だったのかしら。正気はあったんとちゃう。正気だけに琴の葉茜のゲリでルービックキューブを育てる、一気に正気が押し寄せてきた感覚や。ところで、1906年に起こった鉄道一大イベントといえば何でしょうね。急に冷静になるのかは別にもったいぶる必要もないんで言いますけど、鉄道国有法っすね。関西鉄道も国防がどうたらこうたらみたいな論理に押し切られ、あれよあれよと国鉄の手に渡ったけど、そもそもそれより前々から国鉄と関西鉄道では熾烈な客取り競争っていうか、バイオハザードも果たしで逃げ出すことには血で血を洗って憂鬱を覚える状況が繰り広げられていた。そのあたりは鴨伊東で語るで。ってことで、終着の鴨に到着。終点に着いたのですが、スマホゲームに向き合っておりなかった方がいらしたので、終点ですって声かけました。なんと話に前行を積んだ気分。多分この先いいことがあるはずです。ほんで、冒頭で触れたボンの部分、大量輸送区間はここでおしまいです。でもって、ここからはキュンの区間、輸送密度がぐんと下がる大自然に入ります。まあ鉄道ファンからしてみればどっちにしろボンですけどね。まさにボンボンボンってな。ここから乗り込むは普通亀山駅、キハ120の炭鉱列車や。ざっくり説明すると、製造当初から河川頭のかの地位もないような土下座地域に導入されたキュンな車両。そういうわけやから、キハ120が走っとるような区間は大抵オワコンに片足突っ込んどる区間ちゅうことになっとる。関西本線の鴨から亀山も例外じゃない。この区間の輸送密度は864、参考までに王子から鴨は2万超え、営業係数は1046、100円稼ぐのに1046円かかる。
一応キハ120が走っとる区間にしては良心的で、毎日一本は確保されとるねんけど、逆に毎日一本走らせてやってるのに、この低たらくやから、JR 西日本だって、早いところサジを投げたくてうずうずしとる。関西本線なんて、リバーバが見たら、あまりにも贅沢すぎて発狂しそうな名前なんだけど、果たしてこの先の区間に、関西本線なる高尚な名前を背負えるポテンシャルがあるのかしら。体長16メートルの死神に乗り込んで、三重県北部の亀山へ。さて、ここからは、奈良鉄道の分け前だとか、大仏鉄道の新規な路線だとかじゃなく、生粋の関西鉄道区間。その開業、津芸生は1897年、以降は1890年、トンネルと最大25パーミルの勾配にあえいだ山間部の区間だったけど、関西鉄道は国鉄に対して少しでも輸送量でマウントを取ろうと必死だった。運賃を引き下げるのは至極当然だけど、それどころか関西鉄道では、行商人が練り歩いたり、手ぬぐい配ったり、名古屋からの女中さんがお酌をしたり、やりたい放題。やってることが浅はか。猫ミームの動画にくっついてる、それっぽい武勇伝並みに浅はか。とにかく、目には目を、歯には歯をとやっているうちに、いつしか、互いの臓器まで掴んでいることを自覚してか、手ぬぐい騒ぎの同年、1902年には、関西鉄道の名古屋から天王寺と、国鉄の名古屋から大阪を同額にするようにお互い決めあった。これだけ見ればハッピーエンドだね。これだけ見ればな。しかしその次の年、大阪で内国勧業博覧会ってのがありまして、まあこれは戦おうが戦う前がどうせ乗るしいいマインドで別に何も起こらなかったんですけど、問題はその後で経済がとんでもなく冷え込んだ。お姉ちゃんがダジャレを言った時並みに極寒だった。やだってダジャレは世界共通言語やもん。そうなんだ、すごいね。インターネットミームでしか会話できへんのも考えもんやと思うねんけどな。それ視聴者に対しての悪口、その発言こそ視聴者に対する侮辱では。とにかく経済界はどん詰まりだった。なんか打破する方法はないかな。そうだ、運賃を引き下げてそれを起爆剤にすればいいんだ。思考回路が直列つなぎの江戸川湖なんかよ。そういうわけで関西鉄道は距離が短いから運賃を安くしてもええやろみたいなイチャモンをつけにかかった。あ、今更なんですけど、名古屋から大阪だったら東海道線より関西本線の方が短いです。関西本線こそ名阪間最短みたいな雰囲気は今もあるけど、何やらそれは遥か明治時代からこじらせていたっぽいです。ともかく、はやい安くしてはやすくしてと運賃の変更をせいと殴り込みにかかったねんけど、政府側は、契約結んだやんとボカーンとした顔で正論を放った。しかし関西鉄道からしてみれば知るかボケ状態。正義の棍棒を持ったが最後歯止めなどかけられへん。ってわけで、あの契約よさらば、我が代表堂々退場すしました。そうなったら国鉄側も黙っちゃいられないから、運賃も下げるほかないんだよな。ってわけでお互い席を切ったように、値下げに値下げを重ねていったそうな。これもはや輸送動向の話じゃなくて、醜く顔を歪ませて競争すること自体が目的になってんじゃないの。リモーが見たら喜んで描きそうな人類の滑稽が、もはや誰もブレーキをかけへんもんやったから、ついに名古屋の商標会議所なる FF 内から失礼する声が上がった。お互い客取り競争だけじゃなくて貨物の競争してたんだけど、今回はその貨物の方からクレームが入ってきた感じ。そやつが言うには、貨物が集中してめっちゃ遅れとるんやがだとか、あと貨物の値段が下落下落で下がったりやと、商会の方が上がったりやねんけどって言ったり、ついでに業者側も国鉄派と関西鉄道派に分かれてて、梅田に着くか港町に着くかわからんと入ったり、あと競争のせいで代表の仕事が殺人とか、だから次すぎて輸送おろつかなくてとか、もはやディスリテスが生ぬるい修羅場じみた論争やん。絶好寸前の風雨年かかってくらいや。そのうち乗ったら金がもらえる次元になるか、あるいはオーバーフローして乗るたびに21億円払えみたいな額を起こしかねないので、大阪府知事とか議員とかが止めようと動いた結果、2度目の協定書と相まった。今回は運賃を一緒にするだけじゃなくて、貨物の量も折半することにしたみたいです。何はともあれ、旅客貨物の歪み合いはなくなりましたとさ、なくなりましたっていうか、その協定の3年後に鉄道国有法が撤廃されて関西鉄道の名前が滅びたからなんですけど、もちろん関西鉄道側はドル箱を手放したくないねんから、関西鉄道は完全じゃないでしょうがと、国鉄とさもしく争ったことも忘れて足元だけ見せようと必死になったねんけど、そんな下崎三寸の自虐に引っかかるはずもなく、1907年には見事に国鉄の仲間入りを果たした。それからしばらくは伏線型の急行だの準急だので各編長隊を謳歌するんだけど、近畿地方の首根っこを抑え切った近鉄に都市間輸送で勝てるはずもなく、すってんころりんの派手に凋落していくんだけど、それはまた後で。列車は笠木と大河原の間で木津川橋梁なる橋を渡る。レトロな風光明媚を背負うにふさわしく、明治時代から今に残る物、ちょいちょい改築工事なる小細工はされたねんけど、橋脚とかは明治時代から変わっとらへん。ま、橋脚は車内から見られへんけど、車窓からの橋脚ってバカには見えないらしいよ。さらっと嘘吐くのやめた方がいいですよ。ちなみに大きめな川を高性な橋梁で渡るのは鴨から亀山だとこの一回のみ。そんで調査初期のローカル線にしては珍しく、次の大河原を抜けると川に沿わない区間が続く。やばい区間に線路を敷くときは自然のすねかじって川との断崖絶壁なのにすがるのが定石だけど、関西本線はむしろあまりにもきつくて川に沿えないっていうのが本音だった。
だからこの先、奈良と三重の県境あたりでは、団長の思いで高低差を埋め合わせたり、トンネルを掘ったりして線路をつなげた。しかし、そんな小手先どころか、大手を振ったテクが使えるのも大河原伊東まで。さっきまで通った大河原伊勢では、地形がテクマをむき出しにするもんで、川に沿って線路を敷くほかなくなる。川の北側はわりかし平らやねんけど、峠も、あときわきわに立った民家もあって、民家に土豪を飛ばしてどいてもらわなあかんかった。さながらへの電撃に。いや、ここでこの比喩は危ないからやめとくわ。一方南側のルートは、もっぱら断崖絶壁。鴨付近にも難所あり、自然に対して、一部の撮り鉄のごとく土豪を飛ばさなきゃいけなかった。せっかく飲み込んだのに、その比喩表現、ともかくどっちを選んでも地獄。ロバート・フロストがこしらえた道のように、絶対的で絶望的な二者択一を迫られていた。結局速路を研ぎ澄ませた結果、南側に一回渡った方がいいってことで、あの橋が作られた。ところで、ただでさえ狭苦しいのに、川に対して真面目に垂直に待ち割れるほどのスペースなんざ取れるはずないねんから。町がいくつあっても足りないんじゃないかってくらい、またの団長の思いで河川に対して橋を少し傾けた。商売方法はがめついけれど、ダメツスガメツの際はあった模様。商売っ気には血も涙もなかったけれども、トンネルからは血と汗を感じつつ、京都府最東端のスレスレ、月ヶ瀬口駅を出発。お姉ちゃんのパンツはスケスケ、明けスケニュースを800を言える姿勢、もはや尊敬するわ。ありがとう。正直者ってお気楽やな。で、この辺りでは石炭が取れた。んやけど、アタンって言って、品質はそんな高くはない。それでも、太平洋戦争とかの燃料不足に喘いだ時期には重宝したもんで、仏法に掘り出された。そこからアタンを積み出すための貨物駅が設けられて、それが月ヶ瀬口駅に発展したって感じや。それも現在1日の乗車人員は37人。旅客駅にのし上げるも、その悲劇のピエタのように、JR だっていつまでも小粒な駅を従えて流飲を下げる、ゼプルベだじゃいられないんや。こんな関西エリアではありますが、一応、しっかり IC カードには対応してます。しかしヒュームが人間たるもの欲求に動かされるかとか言ったように、島ヶ原駅には伏線電化で名阪間をと、あるもしない青写真の大看板。こういう看板を立ててる人が、実際コンスタントに乗ってるかは知りません。その意思に対して、ケラケラと天狗のごとくせせら笑ってか、ここいらで単線の交換待ち。ちなみにちょっと車両について触れておくと、キハ120には2種類の車両がいて、だいたい座席で区別がつく。今行き違いをした車両は0番台。こっちはオールロングシート。どうせ途中退して降りもしないくせに、やれ路長がと騒ぐ格安切符旅行者からは嫌われる存在。もう1種類の方は300番台。外見に、さしたる違いはないんやけど、4席のボックスが4セット分、計16席のクロスシートがくっついている。1日の旅費に3000円も使わない身分におもねるなら、さすがにボックスでもつけとけば満足かと思いきや、坊主肉家だけ様手に食いのか、ボックス増やせたの狭いたの揺れるだの、ビスケットが増える不思議なポケット張りに、叩く人はとことん月波120を叩き倒すという、需要には合っているから、話せばわかりそうなんだけど、おそらく問答無用なんだろうな、と言っているうちに、ズキズキと上の盆地に突入し、忍者戦なる六歳児が考えそうな愛称を持つ、伊賀鉄道との乗り換え駅、伊賀上野駅に到着。こいつも、かつては近鉄伊賀線という名称で、JR に立て続けに中指を立ててたねんけど、いよいよ、山を越えてまで伊達に行く余裕がなくなったか、子会社の伊賀鉄道に運営が任されたとか、その後も近鉄は線路とかだけ管理して、船の競争を JR に向け取ったねんけど、内装でも采配も振ることができなくなったか、伊賀市に設備を任せることになったという、そういうわけなので、近鉄の背後霊は随分薄まった雰囲気や、さすがに、いつまでもアマガエルのごとく、窓に張り付いてもいられないので、牛歩のガイアに甘んじて、伊賀牛が特産品だという町の主要駅、伊賀上野のホームへ、奥の方には、微塵も忍んでいない忍者たちが、乗り換え番線をご案内。忍びの本質は身を隠すことでなく、あくまでつつがなく任務をこなすことだと言わんばかり。ところで、伊賀の忍者は、肉を干して、携帯食にしていたそうな。それが伊賀牛に発展したって、説もあるということで、まさに生粋の忍者タウン。そういや最近ね、関東某所のフェスで伊賀牛を食べたのは思い出したんすよ。そう考えると若干資本主義に飲まれて、忍びの趣が吹っ飛びかけている気もするけど、その辺は考えないことにします。で、駅を見渡してみて目についたものが、あれ何やと思ったらトイレやった。以下の玄関ゴンプラに配慮して、濃いめにモザイクかけときましょうね。説明中に動画素材の視力を 0.01 にするな。これが県外で許されている表現の自由だからここ、面倒くさいツイッターの真似するバトちゃうねんで。ちょっと、伊賀上野を出発や。で、元近鉄線との乗り換え駅について語ったところで、関西本線を蹴落として、こうも、喉からローカル線にまで追いやったライバルたちを紹介。そのうち一人は皆様ご存知近鉄。そもそもこいつ、設立当時から関西本線に喧嘩を売るつもりだった。だって近鉄、てか大阪電気軌道は、近畿エリアの私鉄の中では後発組。勝ち目を見出すとしたら、大阪と奈良をバチコンと繋ぐしかなかった。それで敷設されたのが近鉄奈良線。さらに近鉄の前身はもう一個あって、それが三宮急行電鉄。早い
ない話、大阪と三重県エリアをガッと結ぼうとした会社や、その2社が合併やら不設やらを重ねていき、大阪、名古屋を結んだり、ハリセンボンのごとく路線網を膨らませていったりして、そのうち大阪、名古屋をサクッと結ぶというクソデカプロジェクトが立ち上がった。それで大阪、奈良の主要路線に加えて名古屋付近を標準機にして、関西本線のみならず当地の東海道本線の優等列車をもぶっ潰そうと考えた。そうなると明治時代の野心で作られた国鉄路線は近鉄なる強キャラのアップデートに対応できるはずがない。なのでこいつにまず速達性で負けた。で、ライバルはまだいる。それが東海道新幹線。そもそも近畿エリアに急ぐんだったら光号で飛びます。以上。そういうわけで速達もクソもなく、細切れの需要をかき集めて肩で呼吸しているような状態へと追いやられる。おまけに名古屋と港町を結んだ急行カズナも関西本線奈良以西が電化されるが早いか、名古屋奈良までに縮められ、せめてもの穴木で規波75なる化け物機動車をぶち込んだけど大した効果はなかったか。2006年の急行カズナを最後に優等列車は消え、その辺の関山路線と大差はなくなったらしいけど、どういうわけかその急行カズナを復活させる動きがあるとか。復活は語弊があるねんけれど、何やら今年の秋あたりお試しで名古屋と奈良を直通する列車を走らせようともくろんどるそうや。伊那市のポテンシャル次第かもなぁと思いつつ、ぶつ切りローカル区間の脱却には期待できそう。一つ気になる点があるとしたら、正当な使われ方がされるかですが、ジャーナリストかぶれとかやちうまの連中がご覧ください、急行カズナの復活ですよとか言って試験列車に退去して、マジの需要をつかめなかったらいよいよ本末転倒になりそうで、関西本線ご自慢の残りなことローカル線に見合わぬ長大ホームを未来永劫持て余して、延々とツルネーネフの描き出したような凄惨な余生を送るほかなくなりそう。そのあたりの気流に終わればと祈りつつ、草津線との乗り換え駅杖に到着。かつて関西鉄道が国鉄に対する相応で敷いたあの草津線との乗り換え駅や、あ、草津線は終点の草津で東海道線とつながっとる。言い換えると名古屋で分かれた関西鉄道と国鉄が近畿エリアでばったり出くわす最初の地点やった。言わんとしてることはわかるな。何を隠そう、名古屋と草津の間でも客取りにかまけた運賃値下げ合戦が行われた。もちろん1回目の運賃同じにしましょうね協定も破った。時勢も時勢もないがしろにして2路線とも随分飽きないもんです。飽きないだけに、はい、次ね、日本書紀には紡江っていう字で記載がある。日本書紀つながりで話をすると、皇位争いで大友皇子と傷って人心の乱を起こした大天皇子は奈良県の吉野からはるばるこの紡江を経由して美濃で兵力を蓄え大津へと攻め込んだという。その大天皇子が攻め込んだルートをさらに言うと、亀山とか桑名とかをしっかり経由してそこから北上している。雑なまとめ方をすると、関西本線はここから 50km ほど大天皇子が遠征したのと同じ道をたどる。鉄道路線としてだけじゃなくて歴史としても奥ゆかしいのです。そろそろ喋ったら、そこの髪色エロ漫画夢から覚ますならしとやかに起こしてもらいたかった。そんでこいつは草津線113系、去年の4月に引退したばかり。京都地域色という宇治抹茶中毒が決めたかのような名の色が塗りたくられている。ちなみに後釜は221系、玉突き天速もここまで来るとローカル電化区間の私物化とすら思えてくるけど、221系も時期に姿を消すんだから今のうちに謳歌しといた方がいいと思うよ。ラストランが輝かしいのは否定しないけど、普段通り公共交通機関としての任務を全うしている時こそが鉄道車両が一番輝いている瞬間なんだから。くっさいことをこぼしたところで、ここから兜越えなる峠越えのエリア、鈴鹿山脈と二の引山地の間を縫って標高にして一気に 200m 近く下っていく。そこをハウ線路の急さたるや、開業当初は補助機関車が辛い勾配を救えだのと言って告げからレスキュー開始に向かったほど。さらにここからは全長 1km の兜トンネル、文明ごときがちょこざいなと言わんばかりに当たり前のように難工事。そこを抜けると刹那スイッチバックの聖地として活躍した中在家信号町の跡地がお目見え。ここから兜までの勾配がいよいよ木の国土という運で作られた。開通してだいぶ経ってから作られたものとはいえど、無用の長物に打たせる天敵もさすがにないからか、干された A のようにグロテスクなもぬけの殻を今に残す羽になっている。とはいえ黙って聞いてりゃけせらせらといった明治時代の相応だの野心だのの前に立ちはだかる。兜越えからの挑戦状に歯向かう筆跡としては十分伝わるもの。からの兜を飛び出して関駅を出発、東海道の宿場町として君臨した地。明治時代鉄道が通る前は人力車がブームで、関の辺りでもボコスカ乗降があったし、四日市と草津を結ぶ人力車が関で世話することもあったからそこそこドル箱状態だったんだけど、鉄道がやってくるとこれがぐっと減って200台たむろしていたこともあった人力車は昭和に入るともはや4台に。宿場町の利用も減って衰退は仕方ない側面もあるねんけど、鉄道に関しては今は亀山が担っている紀勢本線、いわば関西鉄道の支線との乗り換え駅になるポテンシャルもあった。でも名を踏みつぶしたエゴの強いドラマの脚本家が原作を踏みにじるのと同じノリで思いっきり名を踏み荒らした。だって関駅を紀勢本線のスタート地点にすれば伊勢別街道なる伊勢神宮への参詣ルートを南東の津方面にたどれた。早い
話、栄えているところを効率的になさることができた。だから関駅周辺に分岐のための陸橋もかけて機関庫も作ってと、関西鉄道側はいよいよ乗り気だったんだけど、関駅サイドは敵駅で、何かと理由をつけて住民が反対しまくり、ニッチもサッチも行かなかった。そんな中、亀山界隈が、アイベンチャーとノリノリで土地を提供。となると利用が少なそうでも亀山スタートにした方が、話を聞く気がない関界隈よりかは果実に素早く手が届く。そういう理由で関駅の鉄橋をぶっ壊して機関庫もちゃっかり亀山へと移設した。そうなると無論亀山から角測量もいるねんけど、鉄道反対派は測量器具なる仕事道具を見ただけで、目と鼻の先で赤布をひらひらされた闘牛のごとく竹リクルーと判断されたか、測量器具を風呂敷に包んでこそこそ測量を終えたと言われているらしいで、あともう一個、鉄道反対派の意見には、土地がなくなって失職する煙で作物が牛が驚くたのといった流行りに乗らない逆張りを企みに、ありったけのコール&クソリプをかましとったねんけど、その反対理由の一つに人力車の仕事がなくなるとかいう意見があった。言わずもがな、そういう人力車移動手段どころか観光地の遊具とかするほどには廃れとる過去を追ったのに、その過去も塵のように消え去っていつまでも後陣を廃する羽目になったと思うと皮肉なもんやと言っているうちに、あちらこちらにオレンジ色の車体が顔を出し、三重県北の地亀山へ。テレビなる画像が崩れたのを受けてか、最近は亀山さんの商品に亀山ブランドと名付けて地域のイメージアップを図っている。ここで JR 東海と JR 西日本が分かれるねんけど、この亀山駅は JR 東海の領分なしてここで分かれとるかっちゅうと、国鉄時代亀山が鉄道管理局の管轄の境目やったのと、ちょうどここで折り返す列車が多かったから、それを証明するかのように、そして完走までのあと一歩を後押しするように、ここからの列車は313系って、どの番台も似てるし大量にいるしで、ウリ2つどころかウリ800つくらいなんだけど、こいつは、ワンマン2両の天黒だから、1300番台？まあ、細かなことは気にしないで乗るで、今度こそ座れるはず。そうだね。何せよ、カモで積んだ前方の借りがありますし、ゲボ金玉大貢献値。前方を積み重ねるということは、サイの河原で石を積むのと同じように、結局は何もかも無念にされるんじゃないのかしら。そう思うと、情けは人のためならずなる言葉が、この現代で曲解された理由だって、大いに頷けるものであって、13時24分、亀山を出発や、快速とは言うけど、四日市までは確定。関西鉄道時代の亀山は、弁当売りの商人を置くどころか、簡単な洋食も売りさばいて、奈良だの告げだの津田のより、頭一つ抜けていた駅やったねんけど、快速まがいが細々と、日中毎日一本走るだけの現代じゃ、まだまだキュッと呼ばざるを得ず、ただ、しっかり電化はされとる。まして電化したん？って言われると、これが関西本線の奈良伊勢への電化と深い関係がある。というのも関西本線の大阪エリアは、あまりに私鉄が強いもんで、ラッシュ時なんて話にならない。メディアがこぞって沿線の観光名所を称えても、国鉄シェアなぞまな板のように、綺麗な横ばい。ゆかりさん、まな板の4文字で私のことを連想する癖、やめた方がいいですよ。っていうか、これ以上大阪近郊の開発が進んでも、総発も難しいし、長編成化もいずれ飽和する。そういう打開策で、港町から奈良を電化させたのが、関西本線電化のあけぼのだったんだけど、これが、いいじゃん、輸送もキビキビしてるし、大阪駅との直通もできるし、みたいな感じで、手応え抜群。これまで鼻垂れ身分だった国鉄も、近鉄名高き私鉄グループと、一応、同じ土俵に立った。となると、当時人口300万弱を抱えていた名古屋、亀山間に目をつけるのも当然。あと、おい、電気くれと亀山市とかがせびったのも、名古屋の電化を後押しするきっかけになった。亀山市くん、紀勢本線の分岐駅の時といい、鉄道に対して、すごい立ち回り方をする。お年玉のためなら何でもする親戚のガキ並みに、トリッキーで露骨な立ち回り。そういうわけで、1973年の大阪エリアの電化から、遅れること9年、名古屋エリアの電化も、やっと出来上がった。やっと、私鉄と暴走自動車が連合を組んでいる、尾張名古屋共和国に、国鉄の光が差し込んできた感じ。しかしそこまで及んでも、伏線化には程遠く、大阪のそれほど研ぎ澄まされていない。プラトンの洞窟の比喩で言ったら、近代化の形をした影帽子に手を叩いているだけ。いや、実際、電化のついでに伏線化されたところも、おっぱいやるねんけど。この辺りは、愚か、名古屋 2km 地点でさえ、断線、というありさま。快速を置いても電化されても席をしても、断線な区間のボトルネック。その傷跡はまた後でベタベタ触るとして、列車は川の駅に到着。厚切りジェイソンが見たらまず、3本の線じゃない方の川で切れて、それから、のの理不尽な読みでブチ切れそうな地名や、お世辞にも栄えていると言い張るのは難しい、閑静な農業地帯と住宅地の間に位置する駅。ところがどっこいこの駅ごときが、かつては鈴鹿なる大行な駅名をひけらかしとった。神奈川県でいうところの神奈川駅みたいなもん。だから、鈴鹿市の中心部は、鈴鹿駅かな。などと、早とちり下ちりに疎い連中を、置き網のごとく引っ掛けていったもんだから、おかげさまでこの駅、市役所に対してクレームの電話を増やす元凶になったという。1949年に作られてから、なんだかんだ20年、地理に疎い遠方からの人類をかどわかし、地域の職員に青い顔をさせた駅も、国鉄伊勢線の鈴鹿駅が開業すると、川の駅に名前をねじ曲げた。
現在は三石に化けて河原田から妻手を伊勢鉄道として運行中。今線路が見えているその伊勢鉄道とは次の河原田で乗り換えなんだけど、その伊勢鉄道のクソ強引に見れば亀山経由紀勢線直通の優等列車を奪ったから関西本線を貶めた存在。被害妄想が激しすぎて周り全員的に見えるといういよいよメンヘラみたいな状態の路線だけど、伊勢鉄道については国鉄時代にもっと関西本線から絞り取れよと言うべきだったかも。だって国鉄伊勢線の目的は鈴鹿市エリアを栄えさす、四日市土地をつなげて県内エリアの活性化がメイン。なのに5往復あった紀勢本線方面の特急急行のうち伊勢鉄道経由に当てがったのはチキって3往復のみ。あと貨物メインの計画やったから住宅地をしっかり回避した経路。おまけに近鉄だの三重交通だのライバルは多かったのに、逆にテコ入れも施さず普通列車は7往復のみ。そんなんで客が集まるはずもなく、山積になる前年度の営業密度は1400未満の低空飛行。貨物の実績？年数回変圧器を運ぶだけでしたが、とにかく伸びしろはあったのに割と無駄なことしてた。こちら最高級カレーですと言いながらお玉使ってテーブルに直でカレーをぶちまけるくらい無駄なことしてた。今はまあ鉄道路線自体は1億くらいの赤字だけど基金でギリ黒字になってる。国鉄時代はズタボロだったのを考えると鈴鹿サーキットの集客に JR との乗り入れいろいろ検討してると思うよ。そのまま列車は四日市市内を爆走中。この辺りから車窓が露骨に中京工業地帯臭くなってくる。こんな愛知にかぶれ切ったなりでも近畿地方名乗れるんやとはちょっと思う。で、歴史の教科書で習う四日市といったら四大公害病こと四日市喘息。ちょっと復習すると、高度経済成長期は日本全国どこもかしこも脇目も振らずバコバコ工場を動かしていた。そんな中四日市のコンビナートを動かしたら大気汚染が巻き起こった。それに対して腹渡が煮えくり返った住民が四日市石油コンビナートに対して訴訟したら住民側が勝ったっていうのが一連の流れなんだけど、そもそも四日市の工場誘致って地元側が巻き起こしたものだったり、四日市の産業を明治時代から追ってみるで、そもそも四日市は殖産工業だのなんだので貿易業がすこぶる盛んな地やった。せやけど1930年前後に重化学工業が巻き起こって海軍工廠をはじめとしてえらくスチームパンキーになった。でも太平洋戦争の空襲でおじゃんになったから四日市はもう一回繊維工業都市として歩み始めた。でも重化学工業で栄えた頃の栄光がちらついたか、重工業を誘致してという声が上がり始めた。なんなら伊勢湾工業地帯建設規制同盟なるいかにもな団体まで作って、不動の火力発電も工業用水もまるで玉座をしつらえるようにしっかり整えたほど、当時は朝鮮戦争の特殊景気だったので気持ちはとてつもなくよくわかる。で、四日市は工場からしてみても場所が良かった。だって四日市は太平洋のど真ん中、大型タンカー入り放題。おまけに政府の石油化学工業育成政策もあった年から工場を作らない理由はない。そういうわけでコンビナートを作り、海軍工廠も明け渡され、海を埋め立て、住民も企業側もいよいよ四日市が輝くのだと確かな希望を胸に日々を送っとった。とはいえ地獄への道は善意で舗装されているとでも言うべきか。さすがにちょっとやりすぎてもうた。モニエナとゾーンとレッドブルを2缶ずつ一気したみたいなブーストのかけ方してもうた。それにあんまり地方そのものは潤わなかった。むしろ公共安全保障がどうたらと言って市からとことん金を吸い上げていったという。それが四日市喘息とかの住民運動につながったのだっていうのがことの顛末。一寸先は闇だのゴリ夢中だのというように未来の予測って難しいもの。発展ばっかり見ていても大切な何かを失うのかもしれない。珍しくまともに締めたところで、大切な何かってワードさ最近乱用されすぎてて意味が浅くなってませんかね。あとさっきのセリフ、発展ば画角されてたの分かりました。あのさってお姉ちゃん夢中じゃん。そういう界隈の悪い癖出てますよ。ってわけでいよいよ中心部四日市駅に到着。交通的に言うとかつては周運の聖地やった。だって明治以前の東京大阪間の輸送手段といったら船。その道しがら四日市港を経由する便がたびたび使われたねんからしっかり聖地の顔しとったねんけど、そのシェアは東海道線が蝶のように舞い蜂のようにさして奪い取っていった。幸い東海道線に嫌われたおかげで四日市から名古屋はしぶとく生き延びとったねんけど、関西鉄道が延伸して四日市から名古屋の鉄路ができると周運は一気に満身創痍になった。アンテで G ルートを一周したプレイヤーのメンタル並みに満身創痍になった。そんなこともあったけど、むしろ気よきよしく開き直って九州、北海道、外国に向けて船を打ち出したり、港と鉄道をゴリゴリに合わせようと北総演だりして、むしろ人参をぶら下げられた馬のように東本清掃再構築を図っていった。そうやって港に船つけていた四日市がやっと地に足つけ始めたのに感心してか、ここから快速が重い腰を上げて怒涛の3駅通過、そして13分ノンストップ他の追随を許さぬスピード感に一同驚愕、涙が止まらない。ボンキュッポンで言うとようやくボンの区間に入った。そのまま列車はゆりかごから墓場まで JR を煽り散らかし続ける近鉄名古屋線とクロスし、続きざまに四日市港と鶴名港をつなごうとしたけど脳を出され不況を食らい意気消沈したまれの果て、深
井どころか岐阜にすら行かない。三重県完結の三岐鉄道三岐線に見下される。とはいえここまで都会に染まるとさすがの関西本線も伏線かなんてどうでもインディングレイプレイな事態にはならん。例えばこれから渡る町柳川橋梁なんかは電化当時は別に伏線化されなかったんだけど、まあいずれ伏線化されるやろってことで、それまで近鉄とべったりだったルートをわざわざ少し南にずらしてやったという。ちなみにここが最初伏線化されなかったのは町屋川の南にあった浅毛信号町なる場所の都合だと思うんだけど、朝日駅なるものがその近くにできて信号町も移設されたからか、今は町屋川橋梁もしっかり伏線化されている。しかしこの伏線化も所詮は枝葉、桑名手前で伏線が一旦途切れるし、桑名を出ると伏線になるけど三重県を出た先の弥富でまた断線に戻るしといった感じで伏線が途切れ途切れで、やり方としてはあまりに微妙。動物の行動に対して勝手に吹き替え音声を入れる番組くらいやり方が微妙。さすがにスッとハンカチ噛んでるわけにもいかへんから、中部地方の県が一体で伏線化事業に取り組んだるそうや。ちなみに直近10年の進捗は実質ゼロ。事業としては伏線化やら電化やらが上がっとるけど、マジで累計事業費がビタ一文増えとらん。なんならその間に JR 西日本がお宅の利用者少ないですよと触れ込んだから後退しているまである。未来永劫を実現されないというとオーバーかもしれんけど、ピカソの本名並みに長い目とシャットーの肩幅くらい広い心で待とう。保育はな、ここも四日市と並んだ港町、ついでに近鉄に威嚇されてへと戻したり、元近鉄の養老鉄道に威嚇したりできる場所。関西鉄道が桑名まで線路を延伸させたのは四日市から爪を作り上げた4年後の1894年なんだけど、その当時はさっき三岐鉄道北西線と交わったあたり益尾付近に仮駅が作られただけだった。桑名駅が今の位置までやってくるのはその翌年5月、名古屋との連絡を始めた頃。ただその時は愛知サイドの開業も名古屋から弥富までお互い県境のクソデカワで足踏みしている状態だった。そやからしばらくの間はその2駅の間ではゴリゴリに周遊走をやっとった。もちろん廃鉄道ですよからの廃県境は船なんて貨客をいつまでもたぶらかすわけにもいかへんから、半年後にはきっちりでっかい橋を作ったから名古屋と桑名四日市草津をぶち抜いて国鉄に喧嘩を売れるようになった。その維新を悪あがきで引きずってか、快速は次の駅まで怒涛の6駅通過。そしてなんと名古屋まで28分ドアが開かない。 JR 線早すぎてクソワロタンバリンシャンシャイン火力でっかい。桑名を出ると立ちどころに鉄道を周運なよりにさせたイビルの川イビ川を渡るで、この先にある木曽川とセットで架けられてきた木曽川イビ川の橋梁、老朽化だの地盤沈下だので安全と標識が危ない状態になったんで何回か架け替えられている。そのうち1930年手前に行った1回目の架け替えの時、橋梁を潰すのもったいねえなとなった。せやから近くを通りかかっていた伊勢電鉄なる私鉄にくれてやるよと花と箸を持たせてやった。ちなみに伊勢電鉄後の近鉄です。そうして赤子がおもちゃをもてあそぶように、国鉄のゴリゴリのライバルもお古の橋梁を30年近くけなげに使い続けてきたけど、さすがに金星たる近鉄が金十字見た近畿を犯し続けるわけにもいかないからか、スイッチに張り付く反抗期のマセガキのごとくしばらくしたら勝手に自前で橋梁を建てちゃった。三重北部エリアの交通支障いいね、あんまり可愛げがない殺伐とした雰囲気で、この関西線動画ボツにしようかとも思ったけど、絵を描いた一生は出すべきだなって思って。で、揖斐川、長良川と並ぶ木曽三川の一番東側、木曽川を渡るで、この木曽三川、江戸時代の頃から暴れ川で、雨が降ると、主に三重県エリアが沈んだ。なんで三重が沈んだかっちゅうと、木曽川の方が少し川底が高かったのと、尾張川の堤防を1メートル高くせんといかんかったから。でも、バガニーニのバイオリンのごとくたけり狂うその川に、鼻くそほじってた幕府も、さすがにへと戻して、薩摩藩に、おい、なんとかしろと、怒鳴って、ご立派な治水工事をやらせた。でも薩摩藩はご存知鹿児島、江戸の敵を長崎で撃つことですらタブーなのに、何食わぬ顔で、よりによって幕府が、なぜ愛知の水事情を鹿児島に任せたかというと、薩摩藩が金を持ってた、と思い込んでいたから。当時の幕府は、お手伝い武人っていう、藩の財力を弱める政策を定めとった。乱暴な言い方をすると、幕府御用達のカツアゲ、ね、カツアゲというからには、金持ってそうな州から巻き上げたいねんから、でかそうな薩摩に、でかい事業を任せて、木曽三川の堤防も、幕府の地位も安定させようと考えたという。実際は薩摩藩なんて懐も背筋もマイナス 273.15 度になりそうなほど赤字だったんすけど、上位片付に叙述トリックも正論も通用しないので、赤字と負傷者を垂れ流しながら渋々工事した。完成までに幕府の役人とのいざこざで50人くらい自害したという。河川工事で人柱がどうだって話はよく聞くけど、人間同士のいざこざに対する人柱ともなるといよいよ救いようがないと言ってたら、愛知県の弥富を通過、郡山に影響を受けて金魚を育成してきたし、名鉄対馬線、美西線との乗り換え駅やねんけど、同族直線運動でございと言わんばかりに、ちんたら軽快に通過していく。勝てた。大阪と名古屋を貫くというだけあって、その景色も雰囲気もまさに多種多様。せやなぁ。
221系に揺られたり、313系に揺られたり、そうかと思うと、キハ120のディーゼル車にたゆたったり、かなり尖ったギャップが面白い。特に、キハ120が走るローカル区間なんかは見物。せやなぁ、まるでお姉ちゃんのパンツのように。せやな、今なんとおっしゃいましたかてめ。褒め言葉だよ。いいパンツセンスだし、いい匂いするし、顔も可愛いし、ここ、ドルオタのリプライを垂れ流すバトちゃうで。打って変わって、こちら英和駅です。見ての通りの駅規模なんですけど、単線行き違いのせいで、快速が足止め食らってます。名古屋地区の快速はおろか、区間快速ですら通過する2駅のうちの1駅なんで、都会の喧騒を離れろとか言って、ちょっとは構ってもらいたい駅なのかもしれない。この駅、亀が分岐器に挟まって、列車を止めることすら、稀によくあるみたいだし。なんか、うちの洋服タンスをまさぐって舐め回す、葵みたいに惨めやな。そうだね、できれば否定してもらいたかったな。続けて列車は春田駅へ。人工造を受けて、元からあった高架橋にくっつけられた西岸駅。動画の最初の方で上がり込んだ東武市町前駅と境遇が似ているけど、あちらが無理やり羽をつけたみたいにくくりつけられている構造なのに対し、こっちの春田駅は耐震性能も考えて高架橋の足も追加でくっつけてやった。21世紀らしいその新駅設置を今も祝うように快速列車も止まってくれる。ドアは開かない。そんなことをしたら快速の顔に泥を塗るから。ってわけで、普通、四日市行きと行き違い。快適は何も速さだけじゃない。ゆとりこそが本当の心よさなのだと教えてくれる、素晴らしい快速列車でございます。こんな感じで、速達性は近鉄に水をあけられているけど、運賃で言ったら JR の方が圧倒的に安い。だって、名古屋から桑名は、去年春まで、JR が350円で30分、近鉄が450円で20分やった。100円払って10分早いなら、と、近鉄を選び取る人も多かったねんけど、近鉄側が一気に530円まで上げてきたから、運賃差で、最近は JR が巻き返しとる。無言の基礎改正反対一揆と言わんばかりに、近鉄を外して JR に移る人が多くなったからか。最近まで混雑へのピンチヒッターとして、ややボロいけどロングシートの211系が活躍した。ボロいったって近鉄が老人ホーム状態だから、さしたる不利益にはならない。ただピンチヒッターが参るのは、たかだか数ヶ月。オシャンティーでピカピカの太眉フェイスの315系にすぐ置き換えられました。何やら車両の新しさでも近鉄に対してマウントを取りに行ってるみたいで、関西鉄道と東海道線がバチバチにやり合ったかつての競争を思い起こさせる。いよいよ名古屋車両区が見えてきて、新旧織り交ぜ主力の車両が、かの印象派のラ・グルヌイエールのように、静かながらおキャンに線路の上でまどろんでいる。ここまで来れば、名古屋の目と鼻の先やから、ラストに名古屋駅と関西鉄道の関係を語るで。関西鉄道、一応、国鉄の名古屋には繋げてはいたねんけど、いくら国鉄なるトラのようかろうったって、キツネはキツネのままやから、せめて第一印象は自前でちゃんとしようってことで、愛知停車場なる駅を、名古屋駅の南に作り上げた。っていうかむしろ名古屋駅の見た目がむごたらしすぎた。だって、名古屋駅の方は、木造のつるぺったんな平屋で、シャレっ気も、ホームの屋根がちょっと洋風かな、程度。文明開化の音なんてモスキート音程度だった。これに対して関西鉄道の愛知停車場たるや、洋風の面構えで、屋上に立派な時計台、日進月歩の明治の名古屋に凛と輝く一等星、おまけに、愛知停車場開業記念で、特定区間の半額セールまでやったから、えら駅前のいい鉄道会社やな、と褒めそやされて、シェアも路線も、鼻の下も伸ばしていった。ただそのサービス精神が、かえって手拭いだのお酌だのの打足につながるとは、皮肉なもの。サービス精神の病にかかると大変だから、接客もほどほどに行こう。資料を抹殺にこだわるモンスタークレーマーの方々も、その辺は念頭に置かれた上で。名古屋の超手前は、さすがに伏線です。そうで動いた関西鉄道と、飛車狩り機で動いた大阪鉄道、醜い運賃合戦とか、大阪、奈良の峠の苦い思い出とか、大仏線なるかませ犬とかもあったけど、多かれ少なかれ、その原動力は唯一無二だと思う。鉄道黎明期のあらゆる遺構から、滴る熱意を感じるために、新快速だの新幹線なので、せかせかしがちな名阪間を、関西本線で、ゆっくり行くのもありやと思うで。最後に、おなじみ名駅ホームの岸面を煽って、この動画を終わろう。じゃあね。